本番レースピットバネで遅れた4号手の辻、映像は6コース回りとなるんでしょうか。ボートレース小島 SG 第52回ボートレースクラシックシリーズ3日目、いよいよラストカード第12レース予選競争です。1号艇には石野隆之、2号艇には安田雅彦、3号艇には桐生純平、4号艇には辻映像、5号艇には湯川浩二、6号艇柳沢はじめ、以上6選手の対戦。12レースは予選競争です。ここは小島が誇る強力モーターを操る3名が内枠での登場となりました。人気の中心です。1号艇石野、1コース進入となっていきます。2コースとなるのが2号艇の安田、センター3コースが3号艇桐生、この2選手今日3日目連勝のチャンス。4コース本番レース引っ張って角1へと持ち出した5号艇の湯川、昨日の2日目2着1着ベースアップに成功。5コース6号艇の柳沢、前半カード2コースかさしての初勝利、本番レースは6コース回り4号艇の辻。進入スタイルはスローが3艇、かましも3艇、人気の中心1号艇石野隆之陰線です。小島クラシック第12レース予選競争、2コースから1番2番3番ダッシュ5番6番4番です。今スタートしました。1コースが0台、スタートは1号艇の石野隆之、石野1枠インから押し切る体勢、1号艇石野、2号艇の安田は刺す、まくった3号艇桐生は流れた、内をついてガラッと開いて4号艇筋、5号艇の湯川浩二が旋回しております。ここを押し切った1号艇の石野隆之、2番手は2号艇安田正彦、3番手は3号艇5号艇4号艇去って並走、一緒にコーナーの旋回、スタートは正常、注目は3番手4号艇筋が先手を取る、5号艇湯川差し込め、握ってフルアクションは3号艇の桐生純平、先頭は1号艇石野、2番手が2号艇の安田、3番手丸丸4号艇5号艇3号艇3位6号艇柳沢もやってくる、レースは2周目と突っ込みます。よって大激戦の3番手が焦点です。センターから先面は4号艇の辻、5号艇握ったのは湯川浩二、内をついて6号艇柳沢、3号艇桐生が旋回しておりますが、3番手は4号艇5号艇ラップ、内4号艇の辻、外5号艇の湯川、最初から3号艇の桐生、最高峰から5号艇の柳沢、レースは2周に枠の攻防戦です。抑え込む4号艇の辻、小回りは3号艇の桐生、間スパッと割ってくる5号艇の湯川の差しですけれども、ですけれども4号艇5号艇まだ接戦も、後腰が締まる4号艇筋、追いすがれ抵抗する5号艇の湯川、レースは残り1周の攻防、先頭は1号艇石野、2番手が2号艇安田、3番手抑え込んだ4号艇の辻、潜り込んでは6号艇柳沢接近中、間通って5号艇の湯川遅れを取りました。3番手が4号艇の辻映像、上体径は1フタ4、2連単1・2の組み合わせ 6.3 倍、3連単1フタ4、31.4 倍、このレースインからトップスタートコンマ04、押し切った1号艇の石野、2番手が2号艇の安田、3番手の本部が4号艇辻に流れた、内を付いて6号艇5号艇展開するも上体径1フタ4、先頭1番石野ゴール、2着2番の安田、3着4番辻ゴール、5番の湯川、6番の柳沢、ラスト3番桐生ゴール。以上小島第12レースでした。